バーン。はーい、ガチャ。僕らの生まれてくるずっとずっと前にはもうアポロ11号は月に行ったっていうのに大丈夫ですポーン、ガチャ。僕らの他の人も住んでるんで用件だけ言ってもらえますか。引っ越しの挨拶に来ました。引っ越しの挨拶なんで歌ったんですか。出囃子です。出囃子引っ越しの挨拶の出囃子いります。曲変えた方が良かったです。いや、そういうことじゃなくて曲のオープンじゃないんですよ。グラフィティ嫌いですか。もうポルノをグラフィティって訳す人出たじゃないですよ。いや、そういうことじゃないんですよ。昨日隣から引っ越して、あ、隣に引っ越してきたのに隣にね、引っ越してきたんですか。あ、そうですか。はい、あ、それで今日は、はい、ご迷惑じゃなければなんですけど、はい、お近づきの印にと思って、はい、作りすぎちゃった肉じゃがをいただきに来ました。いただきに。いただきに。え、お裾分けしに来たんじゃないんですか。僕らご主人なんで今手囃子出たんですか。空気出たんだ。空気の手囃子。空気別に飛び出しとかないんですよ。びっくりした。いただきに来ました。いや、でも今日うち別に肉じゃがじゃないんですよ。あ、じゃあ待ってます。いやいやいや、そうじゃなくて、作る予定も作ったこともないので。あ、大丈夫です。私働いてないのでずっとここにいられます。めっちゃ怖い。めっちゃ怖いな、この人。じゃあできたらこっちから連絡しますんで。じゃあすいません、よろしくお願いします。ちょっと明日、103に引っ越して。意味が分かんないです。それは、意味が分かんないです。来週は301、302、303を転々とします。どういうことですか。どういうことなんだ。ちょっとそれ、同じアパートの中で引っ越す意味って何かあります。なるべくたくさんの部屋に自分の匂いをつけようと思って。めっちゃ嫌いです。超気持ち悪いです。てか、余計なお世話かもしれないんですけど、さっき働いてないのでっておっしゃってたじゃないですか。だから引っ越しの代金とか家賃とか大丈夫なんですか。あ、それはもうパパが払わなくて、あ、大家さんが払わなくていいって言ってる。あ、大家さんの娘さんなんですか。あ、そっちのパパじゃないです。お、なんか大家さんとは血縁関係はないんですけど肉体関係はあります。めっちゃ聞きたくないです。めっちゃ聞きたくないっすわ。いや、私そういうポルノ好きな女なんで、よろしくお願いします。うるさ。あ、そうだ。何？今日わかんない。綺麗な人だったな。